くお願いします。まず1曲目、この曲から。Right.
がとうございます。で、それから日曜日ね、私もね、今日このお話に行きたいと思うの、先日ですね、たまたまこのスタジオに練習にしに来たんで、そしたらそこにいた清水さんいますよね。今さんこんなんあるんですけどって言われて、それは良かったんですけど、私今日13日ですよね。私、こう音楽してるせいか、ほとんどバンドの友達が多くて、今日ライブなんですね、ジュースでね。ジュースファンダンゴっていうライブハウスなんですけど、皆さんご存知でしょうか。知ってます？ジュースファンダンゴ知らないですか。ロックの聖地なんですけどね。そこで宗恩寺とね、友達がバンドの先輩、宗恩寺っていう京都のバンドなんですけど、で、ザッタコさんっていう大阪のね、もうベテランのライブが今日あるんです。ベテランのバンドさんライブがあるんですけど、で、やっぱこれもなんか縁があるのかなと思って、これはやっぱりやられた方がいいのかなと思いながら、今日気合入れてブーツ履いてきたんですよ。でも慣れないので、ブーツなんて。で、そこのハニーズありますよね、買ったんです速攻。今日やっぱり普段やらないことをやるとね、やっぱダメだなと思って、で、そうですね、普段は友達と2人でやってます。歌を、女の子とね。でも今日女の子、今日はね、仕事でどうしても来れないということ、今日はめったにやらない弾き語りをさせていきたいと思います。次もこの曲、次もちょっと静かな曲ですけど、聴いてください。
誰も押しに変えよう。人を照らす明かりを灯すもの、小さな手を差して二人で作ろう。星屑を強く光えよう。さよなら捕まえるかもしれない。季節の行動間違えました、すいません。皆さんも、ここに来るってことは音楽好きな方が多いかと思うんですけどもね、私もなぜこんなにこしたのかは分かりませんけど、やっぱりやってみるとやっぱり気持ちいいんですね。でもこれほとんど皆さん音楽やられてる方がほとんどだと思うんですよね。音楽やってバンドやってる方とかいらっしゃいますか？楽しいですよね、生はいいですよね。ね、いや実際やってみると違いますよね。ということで次もどうしようかな、せっかくならね、ライブ来ていただいたんでちょっとノリのいい曲をねやりたいと思います。次は彩香さんの曲です。
手拍子してくださいね。せっかく音楽してるんですからね。皆さん、まあ、なんだこの一人で歌って一人何乗ってるんだって思ってますけど、乗った方が勝ちです。せっかくこう皆さん来てるんですから、実際こう生の音聞くとね、やっぱりCD とはやっぱ違いますけど、私も今まではカラオケでねずっと歌ってたんですけど、実際ボーカルして生のバンド聞くとやっぱり違うんですね、醍醐味っていうか。でこんな F なんか出て、今でもギター3本増えちゃって、これ2代目です。3代目はもう一つあるんですけど、それも全部島村楽器です。そうですね、まあ話したらいっぱいいっぱい私長くなっちゃうので、もう今日は曲に行っちゃいます。で次の曲は夢、皆さんあると思いますけどね、特に女の子、若い、今日若い方いらっしゃるので夢を持って生きてると思います。まあ夢をやっぱり叶えたいですよね。ということで、女性ロックの曲を2つして今日は降りたいと思います。多分ご存知かな、知らなかったらごめんね。Thank you.
そこを分からないようにするのが、まあ、ミュージシャンな、まあ、歌い手なんですね、ミュージシャンなんですね。で次はですね、まあ、私の人生を変えた曲ってかなと言ってもいいですかね。スーパーフライご存知ですか？知ってますね。私のすごい曲な曲。もう人間やっぱり作曲を追っていきたいですよね。ずっと永遠にということで、この曲を最後に終わりたいと思います。本当に皆さん今日はありがとうございました。Thank you.